野沢さんは一方お隣の神谷さんと一号とのバトルシーンご一緒だったと聞きましたどうでしたもう最高ですよでやりやすいですやりやすいとってもあのこんなこと言っちゃうなんですけど美容室一緒なんですよねもうねそれくらいぐらいは同じ人通ってるんですはい。だからもうそのくらいの中なのでよくわかってるからすっごくねあの 構えたり考えないでね戦えるんですよこうやれば私がこうやればこう受けてくれるだろうってのもそれは美容室一緒だとそうなるんですかそうですねいずれ僕もこう髪の毛こういう色にしてもらえなさいもそこ行って同じ色それはそうなんですそれやっぱりそうと野沢さんと美容室一緒にした方がいいですね声優の皆さんはぜひ神谷さんはどうでした さっきも言いましたけどまこさん大好きなんで特別ですよねあの日本人ってあの富士山がちょっと見えたりするとなんか得した気持ちになれません<あ>あ今日富士山見えたあ,あそこにあるじゃんみたいなもうあんな気持ちなんですよまこさんに会うとあなんかすごい特殊た気持ちになってすごい幸せになるんですよね。 <で>今まではその美容室であのすれ違ったりとか <laughs> このあと眞子さんいらっしゃいますよみたいなことを言ってあよろしくお伝えくださいぐらいの関係だったんですけどもやっぱり一緒のスタジオで、ね、あの戦えるっていうのはすごい嬉しいなと思ったしあとやっぱりこうバラバラに収録してでそれを組み合わせて収録することが最近多くってあの相手のセリフすでに収録されている相手のセリフを聞きながらってこともあるんですけれどそれってもう完成しちゃってるんですよ。 でその完成に至るまでの試行錯誤が見えないと自分がこう試行錯誤しながら、えー、とマイクに向かって芝居しているのがな何で僕ちゃんとできないんだろうこの人はもう完璧にできてるのにっていう,うになんに自分がとてもこうできない人に感じるんですよねだからやっぱり一緒に、えー、と作業させていただくとその眞子さんでさえやっぱり本番に対して試行錯誤が見えてるのがこうなんだろうあそっかよりいいものにしようっていうものが。 あのもう天下の野沢雅子でさえあるんだっていうのがあってそういうのをこうやっぱ目の当たりにするとよし、頑張ろうあなんか試行錯誤してマイクに立つっていいんだと思ってなんかこう嬉しかったんですよね、なんでと,とても特別なれ子になりました宮野さん、今の,あのお話に大きくうなずいてました、一緒に録音するって大事だっていうこと、はい、でも、確かにその試行錯誤してる姿が見えるっていうのは。やっぱ 僕らは安心しますよね僕らもだから一生懸命やっているけどもみんなそうなんだっていうことを共有できるのがやっぱりお仕事としてはね一番素晴らしいと思うので一緒に作るっていうことの大事さをなんか、まあ、このコロナ禍になってっていうのも皮肉ですけどより感じるというか、えー、ママちゃんはねず,、うん、もうずっと練習してるんですよスタジオのせりを。 ちょっと時間あるとずっとね、びっくりしたこの間ご迷惑をかけないようにすごいかったですそうですか執念のようなことを感じましたありがとうございます野沢さんで今あのとても安かったって話聞いたんですけれどもただ野沢さんはカタキ役のキャストとはあまり口を聞かないようにしてるっていう話が以前あったような気がしたんですけども神谷さんとカタキ役とあまり まあ、ひやお休みの時にねまだやらない時に話するとちょっと情っていうのは映るじゃないですか、うん、そうするとね私の中ではやっぱり芝居に関係してくると思うんですよもう徹底して悪だ、うんうん、こいつはって,言って、うん、だから最初口聞いていただけなかったですね <laughs> <laughs> 当,時を当時を思い出していますそれは美容室が一緒じゃなかったからですよ <laughs> 本当にね、あたしね、口引かないですよあら、じで、今回はいや、あの、大丈夫ですだだそれはあの、美容室一緒ですから <laughs> そうなんですようまいそれだけで、はい、うもう20年ぐらい、同じところ通わせていただいてますすがだなそうなんですかいや素晴らしいお話、ありがとうございます